ではまずは3代執権北条安時の障害を追っていきます。北条安時墓所まで 1.1km 歩きます。 北条康時すときは二代執権義時の息子です。やすときはしっかりしてるんですね。1221年の上級の乱で後鳥羽上皇が幕府をぶっつぶそうとしてきた時も、やすときは幕府軍の総大将に指名されています。そして後鳥羽上皇の軍を倒すわけですね。その後、京都に六原丹大っていう朝廷を監視する組織が設置されるんですが、やすときはそこのトップに就任します。そして1224年に執権の義時が亡くなります。こりゃ次の執権はやすときさんで決まりっしょっていう雰囲気。 になるわけですねしかし吉時の奥さんのうちの一人が私の子供を次の執権にしたーいって言い出すんですねこの奥さんは安時を産んだ奥さんとは別の奥さんですから安時の執権就任に反抗したんですねそれで奥さんは有力な御家人の三浦氏に接近して安時派閥を倒そうとしますでそれに北条政子が気づくんですなんか奥さん最近三浦と仲いいなああもしかしてってピンとくるんですねそれで三浦になか 最近奥さんと仲いいみたいですけど、わかってますよね。これで三浦は諦めるわけですね。そして無事に安時が三代執権に就任します。しかし翌年に長年幕府を支えてきた北条政子、そして大江の広本が亡くなります。これで幕府は完全に世代交代となります。で、これを機に安時は体制をガラッと変えます。まず、連所っていう執権の補佐役を作ります。キャプテン、副キャプテンみたいな感じで、執権連所っていう体制にしたんですね。でさらに に表情集っていう選ばれし11人の御権人も含めた13人の合議制で幕府を運営するようにしましたかつてやっていた13人の合議制を復活させたんですねだから権力を持ってる安スト自らその権力をみんなに分け与えたっていうことですよねただ前回の合議制は権力争いになっちゃってもう話し合いにならなくて結局1年で破綻しちゃったわけですよで今回もやっぱり話し合いにならないんですねでそこで安ストはルールを作ることにします それが1232年の御成敗式目です。もう優秀な法律家を集めて、安時自身もめちゃくちゃ勉強して、それで渾身の法律を作り上げたんですね。後の室町幕府や江戸幕府もこのご成敗式目を参考にしてルールを作っていったんで、それだけこのご成敗式目はよくできてたってことなんですね。こうして安時はわざわざ権力を分け与えて、でも自分も適度に権力を持ってバランスを取ることでみんなと仲良くしていきます。そして安時は朝廷とも仲良くして よくしていくんですねいや、これもいい世の中ですよね。しかし、ある時に天皇が亡くなって、次の天皇はこの人にしまーすってなるんですが、その人があの上級の乱の首謀者だったんですね。つまりそいつはかつて幕府をぶっ潰そうとしてたってことですよ。安時としてはこんなに許せるわけないですよね。だから、そいつが天皇になったら僕が引きずり下ろしますよーって言って脅すんですね。それで無理やり別の人を天皇にさせるんです。なんかちょっと安時らしくないですよね。 安時自身もこの自分らしくないやり方にストレスを感じちゃうんですねでこのストレスのせいかこの後すぐ1242年に60歳で亡くなります さあ、着きました。上洛寺ですね。ここは安時が奥さんのお母さんを供養するために建てたお寺ですね。で、泰時のお墓もここにあります。もう行ってきたんですけど、この正面の建物の裏に泰時のお墓がありますね。なんか最初 google マップで泰時のお墓って調べたらなんか違う。もうちょっと奥にある墓地を指してたんで、そこ一生懸命探してたんですけど、全然なくてね。 で結果こ,こ上落寺の裏にあったということなんでね、Google マップで調べるときは気をつけてくださいね、上落寺で調べてくださいね。ははいさあではじゃあ次行きましょう